パンジャーブ州、モーガー県の牛糞ケーキを積み上げた山牛糞ケーキは、牛糞を成形及び乾燥させた南アジアなどで用いられる燃料。名称は地域によって異なり、インドのラージャスターン州南部ではチャーナ、ハリアーナー州南部ではゴサなどと呼ばれる。牛糞ケーキの原料には、主にコブーシや水牛の糞が用いられる。 滝木のように遠方の森林まで行かずに簡便に入手できて環境への負担も少なくガス燃料や電気が十分に普及していない南アジアの農村部では重要な燃料となっているインドでは年間5億6200万トンの牛糞が発生しその37%にあたる2億800万トンが燃料として使用されている1980年代の調査では乾燥粉燃料は 同国の民生用燃料の21%を占めている。一方で、屋内で調理などに使う場合は、PM2.5 が発生することが指摘されているほか、ベンガルデルタなど、土壌や地下水がヒ素で汚染されている地域では、牛の体内で、性別濃縮されたヒ素が、牛糞ケーキの煙に含まれるなど、健康面の悪影響が存在する。一方で、牛糞の肺を塗布することで、 傷の治癒効果が高まるという研究事例も存在する。大きさや形状は様々で、ハリアーナーシューラギガリーでは、直径5から7センチメートルの団子状のものを、高霊、直径17から19センチメートルで、厚さ2.5から4センチメートルの円盤状のものを、テーブリー、直径25から30センチメートルで、厚さ7.5から9センチメートルのまん状のものを、誤差。 それぞれ呼び分けている。なお、水牛の糞は、古武士の糞より柔らかく、牛糞ケーキの形状が崩れやすい。基本的には、自家消費用に作られるが、一つ二から三ルピーで町で販売されたり、高さ1.6から2メートルほどの一山が1000から1500ルピーほどで取引されることもある。インドでは、牛糞ケーキ作りは、女性の仕事とされ、男性が関与することはない。 夜間に溜まった牛糞の清掃を兼ねて、朝食後に金属製の容器に牛糞を集めて歩く。女性の日課に組み込まれているため食事時に作ることはないが午後の空き時間に制作することはある。また、牛糞の放置を避けるため乾燥しにくい時も含めて一年中ケーキ作りを行う。収集した牛糞は世帯ごとに明確に区分けした空き地などで成形する。 シンプルな方法では、両手で掴んで地面に叩きつけてから成形し、数秒で一つの牛糞ケーキが完成する。また、地域によっては、小麦やトウモロコシの茎などの作物残砂や水と混合し、円盤状に成形する。作物残砂を多く含むと火力が大きいが短時間で燃え尽き、含まないものは弱火で長時間燃え続けることが、 経験的に知られており、目的に応じて使い分けられる。作物残差は、牛小屋などに散乱しているため、意図せずに牛糞に混和する場合もある。1日に作る牛糞ケーキの個数は、基本的に牛の飼育頭数によって決まり、水牛の場合は1頭から1日に、直径30センチメートルの牛糞ケーキ10から15個分の糞が発生する。 成形が終わると燃料として使うには水分が多すぎるためその場所で壁に貼り付けたり地面に並べたりして牛糞ケーキを乾燥させる。乾気では3から4日間、雨季では片面を1週間、さらに裏返して4日間ほどかけて乾燥させる必要があり乾燥によって重量が約3分の1になる。乾燥が終了して完成した牛糞ケーキは 円柱やの大型体の形に積み上げ、泥と粉の混合物を塗って外壁を作る。場合によっては植物やビニールシートで覆い、浮キも燃料として使用できるように対策が講じられている。直径30センチメートルの牛糞ケーキ1500から1600個を使って作られる高さ1.6から2メートル横幅と 奥行き2.2から3.8メートルほどの牛糞ケーキの山はバトラーと呼ばれる。バトラーの作成は日常消費用とは別に材料を準備するケースと作成量が使用量を偶然上回って作るケースの双方がある。ハリアーナー州南部などでは外壁に所有者を示す装飾や家屋を模した造形などを施す例もある。また、 バトラー製作途上の高さ1.2メートルほどの山はビトリーと呼ばれる。バトラーやビトリーには邪志信仰に基づいてサンダルが飾られることも多い。牛糞ケーキの発熱量は12から 13MJ、キログラムとされ、これは焚き木の発熱量の60から80%程度に相当する。燃焼特性はや炉などの酸素供給の状況や牛糞ケーキの 大きさ及び乾燥度合い、含有物などによって大きく異なり、燃焼時間は30分から9時間、送風しない状態で、ケーキ自身の温度は最高200摂氏360度になる。また、不意合を備えた、路中で燃焼させると、路内の温度は1、摂氏338度にも達する。調理などのために、成人一人が1日に必要とする牛糞ケーキは、 直径3 0センチメートルのものに古文とされる。チャパティを焼いたり牛乳を加熱する場合など、すぐに消音させたいときは、大きな牛粉ケーキの使用は適さず、綿花などの枝や小さな牛粉ケーキが使われる。牛乳の保温など低温で長時間加熱したい場合は、大型の牛粉ケーキを調理炉のサイズに合わせて分割して使用すると、数時間燃焼を続ける。 土器やレンガを焼成する際は、一回に数百個の大型牛糞ケーキが消費される。また、牛糞ケーキの灰は堆肥に混ぜて使用される。また南アジアでは、牛と共に牛糞が古来より特別視されてきたことが知られ、前3000年期2000年期前半頃のインド南部に見られるアッシュマウンドは、集積した牛糞を定期的、儀礼的に燃やしたものとされる。 後のバラモン教の下では、前6世紀頃の祭儀書、シャタパタブラーフマナに、浄化のために牛糞を塗布する、記述が見られる。立法行、バウダーやナダルマスートラには、生成が高く浄化作用を持つ、牛に由来する五種のモノイコールパンチャガビアが登場し、これは、今日のヒンドゥー教にも受け継がれている。ガンガ,ガー側の水や火と同様の高い浄化力を持つと、され、 体に塗布あるいは引用することで心身が清められ、病気に対する抵抗力を高めることから、アーユルベーダでも重視されている。糞のみでも浄化力は高く、日常的には床や戸口前に塗布し、各種儀礼で用いられる。水に溶いた糞で所長を迎えた女性の体や衣服を洗ったり寺院に奉納する心臓を清める。また、乾燥糞もごま団や祭り火にくべたり、 仮装の際には、遺体の腹紙に乗せる。その灰も胎児が死産した女性に、牛尿と混ぜて飲ませたり、魔よけ用語布として用いられる。祭りでは、牛糞で心臓を作り祭る事例が多い。浮き明けを祝うインド北部を中心とする、ゴーバルダンプージャーでは、牛糞で、クリシュナ人が作られ、春分を祝うホーリーでは、太陽や、月、生。 剣と盾などのミニチュアが作られ、祭り火で焼かれる。同じく浮き明けや春分に関連した祭りとともに、雨季に雨が降らない時の雨乞いの際には、牛糞を投げ合う祭りが各地に伝わる。このように牛糞は、太陽の天空の動きや、雨季の到来といった季節の変化、邪気払いの祭り火など、自然界と人間界とを介在する重要な機能と役割を担う。ありがとうございます。